武田哲也今朝の三おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。4ヶ月かかりまして、あの、飛ぶがごとくという、昭和50年に発売された本を読み返しましてですね、NHK のセゴ古丼と、 重ねつつ。まあ、今回のセゴドンの方は NHK の方は愛の物語ということでありますけども、うん、この飛ぶがごとくは政治ドラマですね。はい。皆さん、明治6年1873年に戻りましょう。この、日本国という政府ができて、まだ6年しか経ってない。うん それその中にいる人物さん、幕末の生き残りの英雄たちですな。木戸がおります、西郷がおります、大久保がおります。ところが、この3人の新国家像がずれていくんですよ。うん、これが日本にとって悲劇と言いますか。これ柴さんも本の中でたびたびおっしゃっておりますな。はい、日本は国を作った。日本という国家を作った。ところがね、かなさん。本当に大変だったろうね。モデルがいないのよ。 アジアに一国も西洋の国家みたいなものを作ろうという国はないんですよ、アジアに。はいはい、黄色王人種で初めて国家を作ろうって企画した手本になる国はないんです。もちろんヨ,ヨーロッパに勉強しに行くんですよ。はい、どう作るかに関しては何にも語り合わないんですよ、英雄たちは。それで、おののに思いがあったという。まず少し整理してみましょうね。はい、起動 コイン、これ、前は、桂小五郎と呼ばれていた人間で、彼はやっぱり、あの、吉田松陰なんかの流れを組みまして、民間を活性化させるっていうことに燃えてるわけですよ。高杉という天才がいて、ちょっと言葉悪うございますが、百姓町人を侍に仕立て上げた、騎兵隊で。勝ったんですよ、幕府軍に。はい。ですから、 それを当てはまる国といえば、フランスなんです。フランス共和制。天皇を別格にしといて、選挙で大統領を決めるというような、フランス、その、欧州における、ヨーロッパにおける、老舗のような国家を目指そうと、こう、見もだえしたわけでありますな。はい、ところが、大久保は違うんです。この一心三欠の三人がバラバラです。大久保はどこに憧れたか。プロ社 これは、後のドイツですね。ものすごくこう感動するんですよ。というのは、ビスマルクという大臣が会ってくれた。で、大久保に直接話をしたんです。それはね、我がドイツ国、プロ社国は、海外に植民地を持たず、官僚によって国家を運営している。これを真似するんです、日本は。うん、官僚は失木し、出没な暮らしをし、国民、市民を愛しながら、 100年後のために懸命に働くという。う外交でアジア人を奴隷にしたりなんか、イギリスとかフランスはやってるが、我々はしないんだ。うん、これに大久保はゾクッと来たわけですよ。はい、日本も、そういうこう、他国を侵略しない、そういう文明国でありたいって夢見た。軌道、うん、は、えー、侵略道のこのは横に置いといて、うん、市民が全員国を守るという国民開閉、 国民が国民を守り、国民のために戦うというような国家を作りたい。うん、この大久保を最もその尊敬したのが実は不思議なことに伊藤信介、伊藤博文という男でありまして、はい、まあ、のにその朝鮮国で暗殺されるんですけども、うん、あの、どうも大久保伊藤ラインにはアジアにおける侵略主義がなかったようですな。うん 歴史、深々と読んでいきましょうね。で、まあ、モデルケース、設計図を持たずに国家を作っていくわけでありますから、それはもう確かにめちゃくちゃですよ。はい、だけど、かなしんどかったと思うよ。うん、この人たちは。お手本がないんですもんねお手本がないんですもの。うん、有色人種で西洋と同じ国家体系を作ろうと、戦争を起こし、前の政権を倒したのはいいんですが、うん 国民のほとんどは前の方が良かったって言い出すんですよ。んそんな時思わないくどいけど。あれが生きてりゃ、坂本だよ <laughs> 坂本にはあったんだよ、はい、設計図が。ーくっそま、あいいか。話し続けますね。<laughs> それぞれが国家感を持つ。その中で、西郷が具体的に思ったのは、この国を守るなんですよ。外交問題について熱心であり、 欧州が国家で激しく競い合う状況の中で、西郷は一番警戒したのはロシアの南下なんです。うん、ロシアが南下して、李氏朝鮮を飲み込むことは間違いない。そこで、西郷が思ったのは、新朝、中国と手を組んで、朝鮮に一大刺激を与える。うん、で、南下してくるロシアを食い止めよう。そして、西郷の最大の夢は、 ロシアと大陸において陸戦、陸上戦を開始する。その時の先人が、薩摩なのよ。薩摩の兵隊が、全員でロシアに当たっていく。はい、すっごいと思わないあんた、薩摩はやとか発想に構えて、えー、チェスターって切り込んでいくんだよ。はい そのために、薩摩を温存しときたかった。ロシアと戦うために、薩摩を残す。それが最後なんでありますな。こういう、新国家の設計のズレが、西南戦争という巨大な悲劇を生んでいくんであります。悲劇でありますが、日本が生きてきた道程、道のりでございます。振り返りましょう。この続き、また明日のマネージャーの上で。武田鉄也、今朝の三枚おろし。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奏です。西郷隆盛の生還論に関しまして、芝さんはこんなことを最後に言わして、えー、おります。もう寿命もなりも、入り坊さんが、関東での仕事を終えるまで、なんとかこのご体を養っておかねばならんと思い、おいどな医者どんの忠告を入念に守っております。うん、関東というのは、 ぴょんやんですね。ぴょんやんまで乗り込んで行くという仕事を自分の最後の仕事にしたいと。はい。そのために医者殿の中国は入念に守っておりますっていうのは、明治5年のこの期、西郷さん、ダイエットに努めて、でんぷん抜きダイエット。へえ。はい。それで体を少し軽くしたい。へ<ー>ひたすら外交の場で巡視する、死ぬことを目指した。うん、彼は、 朝鮮を目指しているわけじゃないんです。その朝鮮の背後にいる皇帝の支配するロシア。この国を睨んでるんですね。うん、間違いなくロシアは朝鮮半島をはしごにして日本に降りてくる。これ現実に、この明治の初年あたり、津島から九州への支配をロシア具体的にやろうとし、津島に上陸したという。 尖閣上陸じゃないですよ。対島にロシアは上陸しとる。うん、そして、北のカラフトでもロシアの南下が始まってるんです。うん、そのことに、西郷さんはものすごい危機意識持ったんですな。そしてもう一つ、西郷さんの直感、これは直感です。誤解しないでください。西郷さんは直感で朝鮮民族をこんな風に思った。朝鮮民族というのは危機意識で動く民族ではない。 この王朝、李氏朝鮮は、外交において、相手の無礼や無知を笑い、それがたとえ、ささやかな間違い、歌詞であっても、自供の霊に照らして、相手を見下す。それを外交の実にして、うん、もう、今の、韓国とか、朝鮮はそんなことしませんよ。うん、一旦約束しても守らない。うん。今はそんなことしませんよ。ちゃんと守りますけども、昔はね、約束したことを平気で破るんですね。うん お金を出せば許してやるとか言っといて、私とね、あ、前のことはなかったことにしてくれとかね。今はそんなことしません。だけど、昔はそういうことを平気でやった。だから、西郷さんは、この国は外交で動くような国ではないんだと。はい、で、自分が行って、もう朝鮮民族に対して、その外交官に、行くこと聞かんかと自分が短期になろうと。もっと、 カッとなって必ず相手は私を殺しに来ると。うん、で、その時に一緒に殺されるべき部下も決めてたんですよ。西郷さんは。はい。これが別府新介なんです。この名前覚えておいてね。別府晋介。新助と二人で一緒に殺されると。うん、そのことによって明治政府は画然西郷を殺したなとな。うん、と、幕末のヒーローですから、日本中がぐーっとまとまると。はい。で、黒幕の ロシアと対抗する。中国のどっかの体育の一角で中国の許可を得て陸上戦を開始し、そのトップバッターで全員薩摩隼人がチェストをと切り込むという。はい。これはすごい計画ですよね。これあの、中国側との打ち合わせの資料が最近続々と見つかってるそうで、相当慎重、慎なんですけども、 送ってたみたいですね、死者を。えー、こんなことしたいんだけどっていう計画を。はい、で、えー、西郷という人の持ってた迫力というのは、凄まじかったらしくてね。西郷という人はものすごく具体的な人で、抽象的なことは一切話さないという。ま、うん、あ、しかし、何年か前ね、七八年前に会った男がこの西郷の、 いいところも悪いところも一発で言い当ててるんですなぁ。<う>もちろん坂本龍馬っていう人なんですがね。はい、この人が最後高森にあった印象を先生の勝に聞かれて、最後、はい、は大きな金なり、大きく叩けば大きくなり、小さく叩けば小さくしかならん。金ね。金ですよね。大きく叩いてあげたかったですが。さあ。 西郷隆盛はどんな顔をしていたか目撃者がおります。日本人だとあんまり信用できないでしょ、はい、あの、風貌だからちょっと欲目があるんで。えー、これね、イギリスの外交官アーネスト・サトという人が西郷隆盛を見ておりまして、英国人であります。イギリスの方でありますが、西郷に関してこんなことを言っております。西郷の目は大きくて黒ダイヤのように輝き、物を言う時の微笑みは何とも言えぬほどの親しみがあった。 いい男だったんでしょうな、うん、タッパはアーネストよりでかかったし、横もあったしね。ええ、まあ、考えてみますと、三人の維新の英傑の間に亀裂が走っていく。ある意味では、この150年前から朝鮮半島問題っていうのは、ちょっと嫌な言い方になりますが、疑問ですなさあ、ここでやっと1巻目が終わりまして。はい。2巻目に入ります。はい <laughs> <laughs> うん、やっと1巻目が終わったんだ。そうです。うわぁ、じゃあ。これやっと2巻目があります。これ7巻ありますんでね。<laughs> 皆さん、面白いでしょ田今朝の三おろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。3枚おろし、どこを語っているかと言いますと、1875、五6年のことを語っておりますですね。はい ごめんね、本当にこんな放送で。どうしたんですかいや、聞いてる人でさ、バカじゃねえかと思ってる人もいっぱいいると思うんだよ。そんなことないですよ本当。どこのラジオ局も国際問題語って、<laughs> あの、言うのが普通の番組なんでありますが、<laughs> 明治時代を話してんだぜ、俺。日本を作ってく方を話してんですもんね。<laughs> そうそう。好きなんだもん、どうしようもねえよな。好き <laughs> なんだもん。好きなんだもん。<laughs> とにかく、私が語りたては最後でございますね。はい。<laughs> で、この、 維新の三欠、桂小五郎、大久保敏、西郷隆盛、近代国家日本を作ったこの三人の日本像がそれぞれに違うというのが、亀裂を生んでいく。悲しいよなぁ、読んでてなえ、明治10年1877年になりますと、もう対立がはっきりします。これは、打浄管制による東京政府、大久保が作るんです。内務省の。 官僚の方聞いてくださいよ。この人が、まず最初に考えたんですよ。うん、打上官制。はい、東京政府。そして、薩摩藩が激突する。薩摩って、これね、税金もほとんど納めてねえのかな<う>地方税出してないんですよ、東京に。久ぇ津久光がまだ生きてるから。島津久光が。はい。金なんか渡さなくていいんだよ。住民税俺のもんだ。って言うのがら。これであんた、薩摩国あんた人入れないんだから。うん、ほんで、あのー、うん ポリスマンとか送り込むんだけど、薩摩人だから、東京警視庁言うこと聞かないの。はい、独立国家薩摩があるわけ。<ー>それを怒るのよ、桂小五郎は。うん、その打上官制を守ってもらわなければ困るっていう桂小五郎のおたけびは全部大久保に向けられるわけ。大久保はやっぱり自分で作った東京政府、その官僚制っていうのは、ビスマルクの理想を掲げる以上は、 絶対に壊すことができないから、薩摩に向かって、あるいは西郷に向かって、今は、都間は許さんっていうわけですよ。うん、韓国に渡ることは許さん。外交ではない。とにかく日本を固める時っていう。と、もう必然でありますけども、明治10年1877年の1月の段階で、悪役は大久保。うん、これに決定するんですね。 芝さん曰くでありますが、霊国と言えるほどの態度と不退転の意志を持ってそれを拒否した大久保の態度は2部もなかった。おそらく死に繋がるであろう。殺されるでしょうともうこの段階で分かってたっていうね。はい そしてこの敵役を押し付けられた男について柴さんはもう明治6年の段階でさっさと末路を書いてる。この辺がねガクッとくるんですよ。飛ぶかごとく読んでて。どうなったか全部書いちゃうんです先に。大衆は政治についてこのような気真面目な明晰者を好まないという恐るべき性格を持っておる。柴さん鋭いなぁ。大衆国民というのは残酷なもんで、 気真面目に事実を見つめる人、そういうのをものすごく嫌うと。大衆は名跡よりも恩情を愛し、拒否よりも陽気で、豊満な大きさを好み、正論よりも思想に憧れる。うん、さらに大衆というものの厄介さは、名跡と拒否と正論を、やがては悪として見るということであり、この大衆の中からいずれは、 一個の異常者が出現し、相口を握るかもしれない。もうそういう気配が明治6年の段階で、大久保の周りにパーっと濃く立ち込めるんですな。政治とはそうであります。今もそのように、政治にまつらう者たちを歪んで見せているのでありましょう。政治というのは人をこう歪んで見せるという世界でありますな。はい 私たちは近代国家が成立したその直後から曲がったものをまっすぐに、まっすぐなものを曲がってみるという国民という大衆になったのであります。もう自覚しましょう皆さん。新聞の正論が好きなんですよ。だけどね、新聞の正論って意外とね、調べてみると皆さん、ケツ浅いんだ。うん、とにかく、大久保は懸命に今の政府を支えようとしている。西郷は実に巨大な、ね、個人でありまして、 大久保の不人気によってさらに最郷人気が膨らむんでありますな。そして、東京政府が一個の膨らんだイメージの最後に勝てなくなっていくんであります。さあ、大久保の考え方をは,はっきり見ましょう。はい。大久保の国家観は非常に単純です。まず、国家財政を満たすべく、経済の潤滑な展開。うん、これが、 国家によって、官僚制によってなされなければ国家ではない。国家が、その次に大事なのは、見合うべき自衛の軍事力を持つこと。経済と軍事力。これが国家である。はい。それを別の言い方にすれば、ちょっと下品な言い方をすれば、大久保の国家の本質はというと、うん、金儲けと武力。<ー>この二つを持つことが国家なんだ。という。はい。 でも、今も、そうですよね。うん、景気と国境問題、これを大声で言ってると、与党になれるんでありますな。うん、だから、大久保さんはやっぱり気真面目ですけど、正確に国家を捉えている。うん、ところが、西郷はそんな風に国家は思わないんです。西郷は理想ですね。さあ、その理想については、明日お話ししましょう。この次また明日のマネージャーの上で。武田哲也 今朝の三枚おろしおはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷からです。昨日は最後の国家像を語る直前で今日に譲ったんでありますが、最後、はい、の国家像とは何か最後の国家の基盤は経済じゃない、軍事力でもない、うんはい、民族が持っている侍魂。はあ その侍の持っている魂を明治維新によって壊してしまったんだ、俺たちは。はい。だから、もう一回、侍を作るんだっていうのが、最後の考え方はい。で、その侍の魂はどうやってできるか。それは、戦争をやることで。うん。これは、苦しいなぁ、だけど。うん、苦しいけど、 サッカーやるときに俺たちはすぐ侍って言うんだよな。<laughs> そうですね。<laughs> うん、そうですね。何でも侍つけるんだよな。うん、それ野球でも戦うときは、うん、侍魂魂でーとか。うんうん、つまり、俺たち自身も、そのなんかこう、あの、精神として何か、 を高揚する時はやたら都合のいい時に侍をね。そうそう。えー、久米博さんという人が、はい。あの、ニュースステーションという番組で、西郷隆盛を罵倒したことがありましたけどね。なんそんなことありましたうん、俺も忘れもしない。あの夜寝られなかったから。なん、どういう話だったんですかえの、韓国と中国に対する外交姿勢に対して、日本はなっとらんって、久米さんが怒り始めて、うん、はい。日本はずーっと間違えてるっていうね。うん。 明治維新から間違えてる。最後の時からま、間違ったっていう。はい。もうちょっとでこの人が、坂本と言ったら、<laughs> 俺は多分、<laughs> 多分、ジェ <laughs> <laughs> スタージェスターそれぐらいまでちょっと頭に血が残ったことが。ああ、そんなことありましたかあったの。はい。でも、 この西郷問題、つまり困った時に侍を持ち出すジャパニーズっていうのは、うん、消そうとしても消そうとしても皆さん出てくるんですよ。我々段階の世代は覚えてるよね。あの、西郷を殺したことによって日本はダメになったんだって、久米さんと反対の意見を叫んだ人がうん、うん、西由幸夫なんですよ<ー>。まだ日本人は西郷を殺しきれずにいるっていう、うん、西郷のあの無謀な 日本人全部を侍にするのだ。でなければこの国はロシアにやられる。という。そ、その理想をどこかでまだブツブツとつぶやくという。はい、で、最後が残したものはまだあるんですよ。はい、それは何かというと、天皇に対する検索。これね、明治4年まで日本の天皇のそばにいたのは女官だったんです。女性だったんです。 最後は周りを侍で取り囲んだんです。ですから、家庭教師は山岡哲太郎。あの、幕府で最後まで吉信を守った幕臣。はい、この人が好きだったんだろうね、最後は。これ、滅びた侍ですよ、山岡哲太郎なんて。で、この山岡哲太郎って旧幕臣で、 西郷と掛け合うんですよ。最後が攻めてきたときに。貴様の名前はって誰か聞いたら、この山岡哲太郎が、逆信徳川義信家来って叫んだ。あ涙出てきた。ごめん逆信って逆信ってね、あの、あんた方に逆らう無本,無本人の大将である、義信の家来の山岡哲太郎であるって言ったって。<う>それに、 感激したって言うんだからさ。泣いてますよ泣いてますよ、本当に。<laughs> いや、話じゃない。そ、そ、そん時に、大隊に出た薩摩の接待役が泣くのよ。うん、そん時に山岡哲太郎が、立場が逆だったらどうだっていうのよ。うん、お俺、俺は吉信を守るんだっていう。うん、あんた方は逆、あの、俺のことを続軍って言うかもしれないが、立場が変わって、西郷が、 殺されようとしたとき、あんたたちはどうするか。守るじゃないか。それが侍じゃないかって言ったっていう。それで、号泣したっていうから、恩師の気持ちはわかりますって言いながら、ごめん、すぐ泣いちゃうな。<laughs> <laughs> 皆さん、トランプでは泣きませんけども、明治6年の話で泣くんです、私。でも、この最後は、 日本人に侍の魂を植えた、あの、植え付けるためには、若き天皇を要するためにも、適正の側近でさえ、侍であるならば、使わしたっていう。はい。これが今も残ってるんですよ。え講師という形で、うん、あの、天皇家は時々、外から先生を入れになって、うん、講義を受けられるんです。うんうんうん、はい。それはみんな、西郷が企んだ、 天皇を皇帝にするための教育の方法なんですよね。はい、さあ、風雲急をつける。明治6年でございます。この次また明日のまな板の上で。武田哲也今朝の3枚ろしおはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。飛ぶかごとく2巻目を語っております、はいえー。今時代は明治6年から7年ぐらいのところを語っております。 西郷隆盛という人の面白さであります。非常にこう、政治的な能力に関しましては、あまりにもこう理想が高くて現実主義ではなかったと言われておりますが、人間を批評することにおいて天才的なかつ改修という人物がおります。この方が本の中でおっしゃっていることであります。時の勢いに乗ってやってきたものはね、実際の寸法より大きく見えるんだ。 時が経てば何でもない人間だったということが分かったりするよ。なんていうことをおっしゃっておる。はあ、はい。いい言葉ですな。時の勢いに乗ってという。私もそうだけど、私もフォークブームに乗ってやってきたんですな。はい。かろうじてボロボロで生きておりますけども。ボロボロってそんな<笑><笑>でも、あの子いっぱいいたもんな。<ー>あれは時の勢いなんですよ。時間が経ってしまうと、意外と何でもないという。ね。そういうのはあります。 もちろん、西郷も時のにぎあの、勢いに乗ってやってきた男なんです。ところが、やっぱり回収はこの人物に関しては、別格だったっていうね。どうしようもない神聖、神錆びたところがあったっていう、う西郷には。はい。西郷を出会った人物の最上位において、生涯、かつ回修は西郷を愛し続けました。とにかく、 西郷隆盛はやがてこのへ陸軍大将の職を奪われて彼自身ぷいっという感じで明治6年受け入れられなければということで彼は鹿児島に帰ってしまいます。これは完璧に大久保と岩倉です。この二人が追い詰めて東京から追い出したわけですな。ところがね、これ残っている証言を集めますと鹿児島に帰った後母方のおじから やっぱり心配したんですよな。大久保さんだって同じ町内の人だからね。ええ、大久保さんと最後ってど、どのくらい仲が良かったか知ってる、うん、声が泣けるんだよまた。はい。<laughs> もう泣いてる。大久保の父はお父さんがちょっと、はいろいろ義獄事件に関連して、はい。全部給料取り上げられて食う飯がねえんだよ。はい。大久保のところのお母さんも辛いだろうけど、長男坊の大久保に、歳、歳道に向かって一蔵に向かってさ、お母さんがさ、今日はご飯がいも飯。 ああ、西郷さんとこ行ってもらってこいって言うと、うん、大久保、兄弟連れて、西郷ん家に行くん。なにも言葉いらない。六七、うん、人並んだ西郷の兄弟が席詰めるんだって。うん、<laughs> ああ、そう。したら、西郷高森のお母さんが、大久保の分を、わあ、泣けてくんな。並べるんだって、全を、うん。ほいで、いただきましょうって言いながら全員で食って。ほ、うん、で、西郷の兄弟は、 おかずを削り合ったって言うんだよ。泣けねえか、お前。そんな風にして育ったんだよな。<laughs> はい。だから、意見が合わずに、鹿児島に帰ってきた瀬戸戸に対して心配した母方のおじさんが、高森、瀬戸戸に聞いたんだな。はい、おはんな一蔵と喧嘩しなかったな。そう聞かれると、これがまたいいんだな。最後は、これちゃんと証言あるんですよ。 喧嘩どころか政府から叩き出されました。あ、はあ、そういどんかな。政府には一蔵どんと岩倉どんがおじゃって、あん二人がおじゃう限り、日本は心配はいりもあん。うん、かけらも二人のことを恨んでいない。はあ 喧嘩したところか自分には能力がないんで、東京政府から叩き出されてしまいましたよ。だけども、政府には大久保と岩倉卿がおられます。あの二人がおられる限り、日本国心配はいりませんよ。はぁ、あ。性的となった二人ではあるが、ここまで二人に対し、広々とした心を西郷は持っていた。う うう恨み事言いますよ、ね。言いますね。これ追われたわけですからね。うん、西郷はこの段階でもまだ夢を見ていた。はい、どんな夢か。李氏朝鮮を屈服させることなどではない。ロシアを睨んでいた。西郷は日露戦争の開戦を予想し、その戦場の道のりは半島あたりを挟んでロシアと対峙すべきだ。その一里塚の骨に自分はなるんだ。うん、そう決めていた。だから、 ロシアと薩摩隼との旅団、軍隊を激突させる。間違いなく50万。簡単に集まる。最後が一声かければ。しかもその50万は全員いつ死んでもいいという気概に満ち溢れた侍たちである。それが彼の夢だったんでありますが、これが、周りの騒動のおかげで、ゆっくりと画開始、西南戦争の悲劇を。 そのあたりに関しましては、別の機会にという。はい。疲れたの <laughs> いやまだ二巻、二巻目の途中ぐらいです。二巻目の頭だよ。頭ですか。ああ、そうまだ七巻あるぞ。<laughs> というわけでございまして、皆さんもね、飽きるといけない。<laughs> はい、また、折りがありましたら、はい、この2巻の頭から、<laughs> <laughs> 7巻まで続けたいというふうに思っておりますが、終わるのは来年の夏ぐらいかな。<笑><笑>この続きまた、来週のまな板の上、別のネタで武田哲也今朝の三枚おろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。こんなハガキが舞い込みして、西郷隆盛は日清の密着を作り、最後まで武力倒幕にこだわった人、上野の山に大砲を打ち、将棋隊を殺し、死体も片付けさせなかった人、生漢論を唱えた人で、とても許すことはできません。という。<ー>これあの、 私も、本屋さん行く。で、最後関連多いんですよ。はい、もう、大河ドラマで取り上げておりますんでね。はい。その、最後論を見ますと、やっぱり、分かれてるね。西郷隆盛のこと、すっごい嫌いな人も、い。るよね。はい、人もいるでしょうね。うん、このおはがき、アイ魂という方からいただいたんですが、<ー>もう、最後のこと、お嫌いなんでしょうね。えー、この、 最後の値段、値打ちをどうつけるかっていうことに関しては、今もなお議論があ,あるんですね。うん先に皆さん方に言っておきますが、最後のことをちょっとね、エッセイで書くっていうことがあったもんで、真面目にやろうと思って、七巻の飛ぶがごとく、本棚の隅にあったのを全冠読み通したんですよ。はい、暗いですなぁ、飛ぶがごとくは。 あんな暗かったっけあれ俺、うん、振り返って言うけど、俺25か6の時に全巻買ってるんだけど、えー、さらっとしか読んでなかった。<laughs> あのね、なんでかっつったら、<laughs> はい、龍馬が行くみたいな、<laughs> <ー>胸の中に夏雲が立ち起こるような作品かと思って、はい、読んだんですよ。えー、暗いんだわ。ワクワク感がなかったんです、ね、ないんだ、うん、一言ではもちろん言えないんですが、 芝さんがもうものすごく土地で苦しんであるのね。最後、うん、の値段について。それわかるんですか読んでて。わかります。うん、私はね、はいわた、私の読み、あの読み方ですよ。うん、あの、最後高森の薩摩軍と、あのインパール作戦とか、ガダルガダル島で玉砕したっていう日本陸軍が、うん 柴さん書いてうちに浮かんできたんじゃないかな。陸軍のそういうめちゃくちゃさっていうのは、西郷軍からの覚醒遺伝じゃないかというような、そのことは懸命に柴さん触れられまいとするんだけど、はい、やっぱり出てくるんですよ。うん、このタバル坂の戦いの最中、西郷は何もしていないとかね。はあ、何もしてないんですかしてないんですよ。うん していないっていうことに西郷は意味を込めたのかもしんないけど、西郷が動いた形跡がないんです。とにかく西郷という人を眺めていく意味で、その明治を見て行こうではないかということなんでありますね。はいはい、明治6年、西郷は手に負えなくなるんですね。それはあの、韓国に渡って李氏朝鮮と掛け合い、李氏朝鮮に殺されることによって、 大陸への活路を開こうとするという。で、その時に、もうすでに一緒に殺される秘書役を決定してるんですよ。はい。それがまあ、最高関連詳しい方ご存知かと思いますが、別府新介という若者。こいつと一緒に、李氏朝鮮の密使に殺されることを希望し、自分を殺した最後を殺したということで、日本が一丸となれば、 ディス朝鮮じゃない。その後ろ側にいるロシアと日本は戦争しても勝てるっていう。こういう考え方を持つ。それを必死になって大久保が止めるんですよ。はい。そんなこと言うけど、金どうすんだいっていう。うん、近代戦争っていうのはお金がかかるんだって言うんだけど、最後は薩摩若い衆が追えばロシアには負けもはんっていうという。 日本中の人々が、薩摩人のごとくなければ、日本はロシアの奴隷にされるって、こういう考え方なんですね。はい、大久保は前にも言いました通り、国家というのは、金儲けと軍事力。この二つで持ってるんだと。そうですよね。あの、乱暴な言い方をすれば、 経済と軍事力に関して力量が足りない政治はもうダメです。うん、でも、最後は違うんです。最後は国というのは何かというと、その国民の殺走たる心意気、精神を持つ、そんな国家にならなければこの国は守れないんだと。そういう対立を。これ私の語り口はもちろん、柴良太郎さんです。柴良太郎さんはその大久保と最後の対立なんですね。 真んんん中に厄介ななののがいるでですすよ島島津久光、はい、鹿児島の藩主この人は明治維新があの遂げられた時に西郷と大久保に騙されたって舌打ちするんです、はい、薩摩軍を幕府を倒すために使ったりすることは自分は許さなかった、うん、自分は江戸時代が好きだ 明治6年になっても、もう一回江戸時代に返そうとするんです。大久保は裏切り者。西郷に至っては、薩摩を勝手に乗っ取った逆賊として、島津久光は言いまくってる。あの二人が悪いという。はい。そして、島津久光さんはどうも、大久保と西郷が殺し合いすることを心から祈ったんですね。うんこの次また下の真似との上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。明治維新になってわずか6年。私風に言いますと、坂本龍馬が死んでまだ7回期が終わっていないというのに、もう一回江戸時代に返したいと、薩摩藩の島津久光はそう願っていたと。とにかくあの、税金の制度とか始まるんですが、鹿児島県だけ東京に収めないんです。ほう。久光が取っちゃうんですよ。ええー、そんなのありなんですか それで、お、もう、カンカンなんです。桂小五郎が。はい。山口県となった長州は、ちゃんと東京政府に。うん、なのになんで、薩摩はそんなに勝手なんだっていう。大久保はもう、なんとかこれを、藩主にお願いしたいんですけども、いやかましいもんやろう、人の藩を勝手に使ってっていう。うん そういうことで、西郷と大久保はもう久光の仇。久光のただひたすらの願いは、西郷と大久保が殺し合って、東京政府が潰れる。うん、その後、もう一回、徳川の時代に戻りたいという。これ、はい、もうすごいですよね。有村さんだったかな。かつて久光の部下だった人がいるのよ。はい、その部下だった有村さんっていうのは、 あの、久津光にお茶を差し出すというのが係りだったわけ。はい、鹿児島、薩摩、藩で。はい。その人が、税金はちゃんと納めてくれって言いに行ってるのよ。うん。久津光に。だから帰ってきた返事、たった一言。茶坊主がーっていう。<laughs> お、俺に茶を差し出す貴様は茶坊主だったっていうさ。はい。すごい話だろ。時代は変わりましたとかって言っても、うん こんなもんで揺れ動くひさみつこうじゃない。やっぱ恐ろしいのよ。6年、7年前はその人がもうてっぺんの藩主だったわけだから。その中で西郷と大久保の対立がどん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 亀裂を広げていく。また、大久保はものすごい勢いで悪役にされていくんです。 悪役にされてもこの人は平気の平座の顔をした人でありましてね。この明治6年から9年、明治9年まで、もう日本中反乱、テロの続発。ん読んでて胸が痛くなるのよ。あの、不平士族、お侍さんたちで職を取り上げられた人たちが一斉に乱を起こすんです。これが明治6年から9年の3年間で、佐賀の乱。 萩ぎの乱、熊本神風連、福岡秋月の乱。これが連続して3年で起きるんですね。はい、で、最後が東京政府は潰れると見込んで、鹿児島に帰ってしまうんです。はい、必死になって東京政府はテロ反乱。これを防ぐんでありますけども、かな不思議だよな。このテロ、テロの続発で、東京政府はだんだん、 力が強くなっていく。特に東京警視庁の活躍は抜群で、公安部を作って、スパイ活動で、テロが起きる前に全員逮捕しちゃうとかっていう、うん、川地敏義。このこの人も薩摩藩士でありますが、この人は、あの、西郷の歯に入らなかったんですね。この人の警視庁での活躍で、テロをどんどん早めに抑えていく。 あるいは怒ったにしてもすぐさま叩き潰すという。はい。最後、えー、の人材というと、篠原国本、桐野敏明、えー、長山八一郎でいいのかなえ、から、村田新八、なんか、薩摩ぶりの、その薩摩早と、ボッケモン。この村田新八なんてのは、かの勝海舟は、大久保に次ぐ日本国の欠物なりって言ったような人で、身長が1メーター83センチ。身長にこだわって申し訳ないけど。<laughs> なんと、英語ペラッペラ。暇な時は外遊中。土産で買ってきたアコーディオン。<う>で、向こうの歌曲を演奏して楽しんだという。はい。いい男。<laughs> そうそうね。うん。安倍勘ちゃん、安倍博士君を渋くしたようなあんな顔してる。はい。この人、外遊中パリ滞在の折、しげくオペラ座に通ったというようなうシャレもんなんでありますね。 彼のライバルは長州に伊藤博文という人がいるんであります。この伊藤博文もちょっと誤解されてるところがあって、芝さんがカバーしてらっしゃいます。この人は長州の人なんですよ。長州の人なんですが、この伊藤博文という人は、西郷の外交案に反対したんですね。うん、伊藤博文っていう人はいろんな評価のされ方あるけど、海外に進出するっていうことに関しては、すっごい抵抗を持ってた人なんですよ。はい。 日本っていう国に植民地は向いてないんだ。それは大久保も同じ。はい、だからその辺がちょっと我々のイメージとは違うんでありますな。日本にとりまして朝鮮半島はまさしく鬼門でございまして、もう未だに外交うまくいきません。もう明治6年からうまくいってないんですな。ああ。とにかく、西郷がぷいーっと怒ってしまって、鹿児島に帰ってしまうんです。はい、陸軍大将の職を投げ打って、 薩摩に帰ってしまった西郷でございますけども西郷は一体この間何を考えていたのか、えー、戦争ばっかりしたがるとか言わず西郷の動向ゆっくり飛ぶがごとこう眺めつつ振り返ってみましょうこの続きまた明日のまな板の上でおはようございます武田哲也ですおはようございます水谷か奈ですこれ自分でも何のためにちゃべてるんかかですけど <laughs> いや日本中いろんなラジオ番組今やってると思うんだけど <laughs> FM も含めて、ごめんね。何のために喋ってるのかんだろう。いセゴ人気ありますから、今ね。それに甘えるかな。<laughs> でも時々虚しさを、出演もしないのになんてセゴドのこと俺話してんだろうって思うときあるんだよ。<laughs> はい。だけど、なんかね、皆さんに三枚おろしでお話したいなと思った時にね、何か今に通じる何かを、<laughs> こう、取り出せるんじゃないかなっていう思いがあって、 いや私、当時の人は、国のために命をとすわけですから、今の人たちって、自分も含めてそれ、ないですからね。えー、その当時のに日本はですね、人口が3000万ちょっとくらいですかね。うんうん、その1割、10%が侍階級。はい、300万人いる、うんで。300万人、金さんいるんだけど、これが失業種族なんです。職がないんですよね、お侍さんが。はい、その300万のうちの、 十分の1に当たる30万。これが、死卒として、兵隊として使えるとするとだよ。はい。極東にそれだけの軍事兵力を持った国は、どこにもないのよ。イギリスも陸軍の力って30万はないの。へえ<ー>。だから、 イギリスが日本にちょっかいを出さなかったのは、うん、その侍のエネルギーがあるからさ。300万の10分の1の30万が、もし西郷のもとに結束し、その戦闘に3万人の薩摩刃屋とか立って突っ込んできたら、君、うん、悪いのよ。はい。だから、実際にやる気はイギリス全くないんですよ。西郷ってのは間違いなく、 300万の士族を動かすだけの力を持ってた。うん、だから、もう誰もが生唾をも、飲んで彼の。ところが彼は、鹿児島に帰ると、本当にのどかに生活してんのよ。はい。おいは、あの、頭が若けん東京政府から叩き出されましたっていう、首にさせられた。じゃあどんな、つって親戚の人に行った有名な文句が、じゃっどん、 東京に大久保村と岩倉損がおれば、安政府は大丈夫。大久保と岩倉がいればあ、東京政府は潰れることがないって認めてたんですよ。うん、で、最後は何をやってたかうと、毎日、うさぎ狩りしてたって。そん時に犬連れて。ああ<ー>。薩摩犬、薩摩<あ>犬ああ、だからあの、<い>うそうそうそう、2頭を連れて、<ー>いつもうさぎ狩りに行って、<ー> 時々は山奥の村辺の庄屋の縁側かなんかに寝かせてもらって、そこの庄屋の若旦那、17歳の、まあ、少年みたいな子が嫁さんもらったんだって。うん、嫁さん15歳なんだって。はい、で、セグドンが帰るときはこの若夫婦が送りに行くのよ。た、はい、ら15歳の花嫁が心配で、最後はその送ったところから嫁をその家まで、<laughs> 連れて上がったっていうのよ。<laughs> はい。お前はまだ幼いかラ村若いしがいたずらしたよ。うん、ああ、瀬古丼は、どこにおわすって呼べって俺のこと、お前はいつでも味方すぞっていう。うで、城山で西郷が死んだ時に、<laughs> はい、この夫婦は声を上げて泣いたんだああ、<笑><笑>ごめん、涙出てきちゃった。日本中ラジオ番組やんのに西郷のことで泣いてんのだだティッシュありますよ、どっかに。もういいよ。<laughs> さあ、 この最後をどうやって慰めるか、これが大久保岩倉の悩みになります。はい、どうしていいかわかんない。ほんで、最後を慰めるために取った手段が実にトンチンカンな外交政策。はい、明治7年、外政の一手を打って出る台湾出兵です。これはですね、琉球国の海の民が台湾の島に流れ着いて、台湾の原住民に大量虐殺されてるんですね。 これは、その、あ,ある意味で、現住民のことなんで、うーその、ちょっとどうしようもないところはあるんでありますが、東京政府は、なんとあなた、兵を出しちゃうん。その、殺した奴を殺してやるって言い,いな、はい、その時に、西郷に頼んでるんですよ。薩摩から兵た、あの、若い子を貸してくれって。西郷貸してるんですよ。あの、都間。 李氏朝鮮に渡るっていう西郷は止めたんですが、これで西郷怒りを収めてくれないかと。それで、その、大久保わざわざ新朝に対して喧嘩するふりをして西郷をな慰めようとするという。サザエが固い蓋を開くように西郷がその身を表してくれるのではないか。大久保はそう夢見たのである。そんな風に、飛ぶがごとくに書いてありますな。 外交問題で隣国との、その、間に問題が生じた。それゆえに別の隣国を相手取って喧嘩してみせて、最後を慰めようとしたっていうのは、大久保も気の毒といえば気の毒ですね。うん、でもそこまで気を使うんですよ。うん、しかし、最後の沈黙は続きます。薩摩隼人というのはもともとお侍のスタイルとして沈黙なんですね。 うん、肝心な時は黙りくくるという。はい、最後、沈黙の間何を考えていたのでありましょうかこの次また明日の招いの上で。おはようございます。武田鉄也です。おはようございます。水谷からです。というわけで、瀬古丼が生きた明治6年から10年までの月日を語ろうかなと思っております。もちろん、あの、資料と言います。また別にもう一冊読んだんだ。 西郷隆盛っていう人は、本当に評価が難しいのね。はい。ああ中江町民さんですな。はい、あの、明治の時代は。が、うん、福沢諭吉さんも、西郷論書いてらして、はい、近いところでは、三島幸雄、柴良太郎、林真理子。こういう人たちが、西郷隆盛のことを書いてらっしゃいますが、はい、あの、それぞれに違うんですよ。うんそれぞれに違うっていうところがね、 私が引き付けられるところなんでありますがね。明治維新は世界の大思想と触れ合うことなしに成立してしまった革命であるため、得意といえば得意だが、森のように欧米を見てしまった者の目から見ればゴツゴツした、権力の素刑がそこに立っているだけの珍妙なものであった。飛ぶかごとくの中で柴さんはそんな風に語っております。本当に気の毒なことに明治維新は思想がないんです。 フランスの共和制の思想とか、アメリカのデモクラシーの思想とかに憧れて革命が起こっていれば近代国家って作りやすかったんですが、はい、日本は倒幕の方に夢中で、その後を語り合わずに明治維新が繰り返しになりますが、思想らしきものを持ってた若き獅子は、昨日の獅子の中でただ一人、坂本龍馬のみと言っても構いません。んみんな、 明治維新が起こってから学び始めるんです。はい。で、森、あの、得意だが森のように欧米を見てしまった者の,の目からという森とは森有りさんですね。はい、この人、薩摩藩士でありまして、6年ばっかり米国留学と、米国でいろいろ仕事をやったということで、思想なき明治政府を厳しく批判して、えー、おります。うん明治になってから日本は、 近代化をどうするかということで、福沢諭吉らの、いわゆる思想家が続々と誕生するんですけども、前にはいなかったんですね。この間、東アジアにおいて日本は新朝、李氏朝鮮とは全く違う国になっていきまして、ルソー、ナポレオン、ワシントン、カロム、必死になって調べるんですね。で、前に言いました通り、 フランスに憧れたのがカラ小五郎なんです。はい、かっこよかったんでしょうね、欧米見に行った時にね。えー、フランスというのが。大久保は誰に憧れたかっていうと、ドイツに憧れるんですよ。それでですよ、かなさん。それでオランダからあんだけ医学勉強してても、はい、大久保がドイツかっこいいっつったから、医者関係全部ドイツになったと思うんですよ。ト<ー>ランケとかって言うようなことになって、<laughs> そっ<か>そ そのおかげでケイシー・高峰さんが出てきたんですよ。そこにきます。変でしょ、日本って。自然科学はイギリスに憧れ。はい、医学はドイツなんです。フランスに憧れる部分、イギリスに憧れる部分、ドイツに憧れる部分が葛藤してるんです。うん、我々はやっぱりそういう意味でハイブリッドなんですね。はい、電気とガソリンと水と水素と、うん、そんなものいろいろ取り混ぜて動いている。 国なんでありますですな、ね。はい、フランスに憧れるイギリス、アメリカにとかっていろんな人がいる中で、江戸時代に憧れてる人も、まだ国民の中に何百万人もいる。うん、その筆頭が島津久光なのよ。はい、ただし、西郷が沈黙を守って、薩摩の野原、鹿児島の野原で、うさぎ取りばっかりの漁をやってる時に、大久保は着々と近代化の、 手を打って行くんですよ、準備をね。はい、海軍を整え、陸軍を整え、学校を作るね。教育を日本中に広めようとか。多くは着々とやって、<ー>北海道なんかにも新しい産業でービール工場を作るのな。はい、三菱のお金かなんか使って。<ー>ほんで、新しい飲料、ビールを 製造を始める。あれも大久保の命令ですね。えー、いろんなことやってんですね、大久保も。もうやっぱね、必死でみんなで近代化をやるんです。そうそうそうはい。ここでものすごく不思議なことが起きるんでありますが、こんな風にして一生懸命、東京政府が近代化を成しつつあるときに、明治8年9月のことでありますが、高下島という、えぇ、ー、李氏朝鮮、朝鮮半島のすぐ近くの島で、改造を制作中。 チャートを作んなきゃいけないってね、作ってる最中に、全くの警告なく、朝鮮放題から砲撃を受けてるんです。これで日本海軍軍艦運用は直ちに応戦。あっと驚くなれですな。明治9年、外交交渉により、立朝鮮、門戸解放。だから、最後を使わずして、うん、動いてしまったわけですね、外交が。はい、こんなことってあるんだな。うん この次、また明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。えー、ということで、瀬どんですね。でも、西郷さんのことだけ話していたんでは面白くないんで、飛ぶがごとく4巻目で見つけた、はい、面白い人物たちを触れてみたいなと思います。はい、川地という人ですね。この人は東京警視庁を作ったって言ったでしょ。はいね、柴良太郎さんは、この人のことをこんな風に言っておりますな。 川路は新基調の会員らしく文明意識が旺盛であった。彼は民衆の人権と自由を保護しなければならんということを挙げている。川路は打浄官の治安担当者としては凄まじいほど戦闘的であったが、よりどころとしては文明の育成と警察部内におけるその普及とも言えるという。川路さんっていうのはあ、ある意味で激しく西郷を憎んだ人ですね。西郷の持っている 古さというかな。それを野蛮と見下したんですね。はいはい、文明を我々は慕うんだと。文明とは何かってっ治安であるっていう。うん、ある意味では今の日本警察の、あの、律儀さというか、順法精神みたいなものはこの人から始まるんですな。はい。あの、芝さんは薩摩、早とを批判しつつも、たまらなく面白い人物には、 筆が踊ってるんですね。野村とお、長山八一郎などなど。母親の戦いの折、白川城攻防戦での戦闘中、敵類に統治家があったんでしょうね。統治家の中に薩摩早太がわーっと攻め込んだ。母親戦争で。はい。そうするとその統治家の中、敵類の中に、魚樽を見つけた。はい。お酒の樽が置いてあった。そし上から幕府軍が銃弾を浴びせる中で、二人は、 しばらく戦いはやめようと誓い合い、その、逆だるを挟んで、酒盛りをし続けたって <laughs> すごいドラマチックですね <laughs> こ。こういうエピソードが、薩摩軍の中では、うわーっと受けるんだよね。はい、まあ、そういう意味で、こう、薩摩隼人っていうのは、面白い奴がいっぱいいたんですな。うん また逆の意味でありますけど、私これ胸がキュンと痛くなったんですが。はい、明治政府の中にはですね、あんまりこう高い身分じゃないんで、低い身分で、土佐の人もいっぱい生きとるんですよ。土佐金納の人もね。はい、俺なんかゾクッとすんだけどな。幕末騒乱からわずか10年近くである。土佐金納党に身を投じ、その後、道、藩、露志、坂本龍馬の海援隊に身を転じた男に、菅野各兵衛がいる。 坂本の妻の妹、おきみをめとり、維新後5年、米国に渡り、海軍を修行した。これほどのキャリアを持ちながら、日本海軍に戻ってきたとき、東京政府は彼に、一番低いランクを与えた。うん、海軍の上層部は誰か当時の人たちが吐き捨てるように言ったらしいんですが、芋づる、はい、海軍中将は河村住吉さんという方。 この方ね、船の動かし方何一つ知らなかったんだって。海軍のトップなのにはいはあ、どうしてか、ちょっと、西郷さんがおまんは海軍に行けって言うと、はあ、もうすぐトップ。そういう出世の仕方を芋づるって言うんですって。はあ、薩摩の芋が。そういう芋鶴、うん、はいそれで、菅野角兵は、吐き捨てるがごとく、はあ、何が西郷だ って、言っておきますが、この人、土佐金納党に身を投じ、坂本龍馬の海援隊大使ですよ。海軍の基礎を海州と龍馬から直接学び、その後5年間アメリカ海軍で勉強した人が、一平卒の水兵ですよ。うーん。うん。これ芝さんのサービスだと思うけど、俺なんてのはゾクッとすんだよな。 菅野には、薩まで盛り上がっている西郷島の連中の論議なんか、アホ臭かったであろう。おそらく、菅野は、密かに坂本龍馬が生きておればと、そう思ったであろう、というね。くそー涙出そうだ。はっきりしちゃいます、箱ごと。<laughs> くそー本当に。 かなもでもわか、<laughs> わ、わかると思わないこう、こういう、薩長の人事で、最後のやったことなんか見ると、土佐の奴が全員、坂本さえ生きていれば、あるいは、竹地さえ生きておればという、しかも、ま、ことに不思議なことですけども、こぼれ話になりますか、彼が、あー私学校という、西郷島の若者の学校を作るんですよ。はい その規約がね、その、高速が、龍馬が作った海援隊でよーく見てるんですよ。えー、まあそういう意味で、西郷の頭の中にぼんやりと影が走るという坂本龍馬であったかもしれませんが、来週はちょっとネタを変えまして、はい。ご機嫌を伺おうと思います。<laughs> はい、この続きまた来週のまな板の上で武田徹也今朝の三枚ろし おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。また突然現れる飛ぶがごとくであります。はい、<laughs> 趣味だと思って、もう諦めてくださいました。<laughs> はい、とにかく明治、維新が進みまして、明治政府というのが成立するところが日本のまとまりが悪くて、最後は外交問題に引っかか,かりまして、こうしてくれなければ俺はっていうことで、 陸軍大将という最高の軍人のランクくらいを捨てて、鹿児島に帰ってしまうわけでありますな。で、その東京政府というのはもう出来立ての政府でもう脆弱でありますから、そこにそんなことでどうすると、一括した西郷がかっこよく見えて、はい、日本中のヒーローになっていくわけでありますね。西郷を実際の人物よりも肥大化させていく。 そのエネルギーとなったのが、薩摩の早と集団でありまして、彼らは西郷を英雄として扱うことによって、オーラを西郷に託すわけでありますな。はい。その中で、この辺ね、飛ぶがごとく以外に本探したんだけど、どうも半然としない。それはね、大久保が川路と組んで、西郷隆盛を暗殺しようと密詞を放った。 っていう歴史があるわけよ、はい、もうこれはほとんど裏話に近いんだけど、はい、西郷を殺そうとしたのは薩摩のお侍さんたちなの、うん、でもね薩摩のお侍さんたちで郷土の英雄を殺そうと思ったっていうのは、はい、なんかこう信じられない、うん、まああのら、ー、えられた一人が西郷の暗殺を くわだてたみたいなこと喋ってるわけで、証言としてあるんだけど、拷問がひどいのよ。だから、あまり信用できない、その犯人の証言ではあるわけですな。この、最後を暗殺しようとしたということと、薩摩が弾薬を山ほど持ってる。その弾薬を日本国政府に差し出しなさいということで、東京政府が軍艦を均衡案に入れる。 そのことに対して、薩摩の若衆どもが劣化のごとくいかるこれで、鹿児島県内、特に鹿児島市内では、1万人以上の暴動が起きそうになるというね。うん、はい。とある人はね、あんだけの大騒ぎがあっても、大久保の妻と西郷の奥さんは仲が良かったって話聞いて、薩摩らしいいい話だなと思ったんだけど、違うみたいね。 もう大久保んちは石投げ込む人が多くてとってもとても危険な状態で、うん、とにかく西郷は英雄で大久保は薩摩の裏切り者、はい、その手先東京政府の犬は川路であるっていうこれ人は警視庁を作った人なんだけどこの罵のりはもうすごかったみたいですね。うん で、最後が竹という名の地へ戻ってきて、竹という地名があるんですね。ここに最後の親戚の人が住んでて、まあ最後も一緒に使ってたんでしょうね、その、はい、お家をね。その、その竹の末裔の人で競馬の騎手になった人がいるだえだ。えぇ、ー、竹豊さんうん。そうなんだ。ええー、それ有名な話ですか有名な話です。えー、知らなかった。で、その、 竹の自宅に、はい、西郷夫人の糸さんの逸話でありますけども、はい、彼女が残してるんでありますが、庭先から無数の蛇が列をなし、い出てきたってんです。<う>鹿児島の2月とはいえ、そこそこ寒いですよね、うん、南国鹿児島でも。西郷はその蛇の大行列を見て、もういた仕方なかってつぶやいたという。 セゴドの命を取ろうとしておりますよ、とかっていう報告が入ってくる中で、最後は集まってくる、鹿児島の若い衆に向かって、おいのこ体差し上げましょう、若者たちに呟いたという。つまり、この体をかけて、東京政府と一戦を交えるという。時に明治10年2月2日、このことを 東京政府が知ったのは2月の3日か4日だったというから相当スパイが入り込んで電報で撃ってたんでしょうね西郷軍は旧式ですけども東京政府軍賃貸はもう最新兵器で西郷の警戒に当たっていたというその西郷の東京政府との戦争に踏み切るという一言を聞いた大久保なんですがこれがまた機会なんですねこの次また 明日のまな板の上で。おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷奈です。大久保は川路と組んで、西郷暗殺しようと密偵まで出した。スパイまで送り込んだ。うん、薩摩弁が使える、薩摩出身のやつを選んで、その3名か4名がひまって、西郷を殺そうとしておるって白状したんで、 鹿児島の若者たち、薩摩マハヤトがうわーっと大久保憎し、東京政府倒そうになっちゃうんですけども、はい、これご家族の目撃なんで、私嘘ないと思うんですが、この最後をついに立つっていう方が、東京の大久保の自宅に届いた時、大久保はおろおろと歩き続けたって言うんですよ。うん、しかも両岸に、 涙がいっぱい溜まっていたって、身内の方がおっしゃってるんですよね。はい。この動揺は一体、何ですかねうん。ま、ことに、不思議なことなんですが、大久保は西郷が戦を起こそうなどと、郷も、疑ってないんです。この政府に対して。ところが、それが、起こってしまった。 大久保は西郷の脇にいる桐野や篠原という参謀がいるんですが、カン、はい、に対して、脅しをかけたかった。東京政府を舐めるな日本国を一つにまとめるんだもう薩摩も鹿児島県になれっていう思いがある。そんな脅しをかけていたら、西郷が間違って怒っちゃった。別の本も読んだのよ、俺。この辺のくだりがよくわかんないから。はい。おしたらね、 言葉の誤解があったんじゃないかっていう。<は>どういうことかというと、大久保は送り込んだ密定に対し、西郷と西郷のその周辺を視察せよ。うん。しっかり観察しろって言ったっていうのを視察あ、え刺し殺すと読み間違えたのではないかっていうさ。えー、そんなことありえますなあ。 でもね、それを大真面目で言う人いるよね。<う>とにかくもう起きてしまったんですね。薩摩の仲間割れなんですよ。西南戦争というのは、短めに言えば。うん、はい。で、2月の12日。本当にこれ、こんなことがあるんだな。旧暦の正月に当たりますけども、かなさん、鹿児島、雪。はあ、鹿児島市内、朝から雪が降り始めました。え、鹿児島ってそんな降らない 降らないよ,よね。で、ついに集合命令がかけられ、薩摩隼人が陸賊と東京に向かって出陣していったわけでありますな。はい、東京政府対薩摩という戦いであります。まず、別府新助の二個大隊二千人を率いて先人が出陣。十七日西郷も護衛団とともに出陣。総数西郷軍は二万五千人。うん、県境を越えて熊本へ進軍。 もう、無人の脳行くが如し、行くまちまちの人たちは、喝采で最郷軍を迎えるという。彼らは、戦略も何にもありません。ただただ進軍していく。県境を越え数日、熊本へ侵入した時見つけたのが、というよりも、目があったのが、熊本城。うん、ここに、東京政府による、賃代兵。 東京政府軍がいる。その数数千でありますから。2万5千を超える西郷軍にとっては屁でもない相手であります。それで出てきたらやっつけようかなと思ったんですが、城から出てこない。うん、城から撃ってくるんであります。鉄砲。はい、それで、霧の以下の薩摩軍はこの城を囲んだんであります。うん、この熊本城を守ったのが、そうです。 土佐藩のかつてや、龍馬や中岡慎太郎を兄と慕った、谷寛長。<ー>たまんめ、ね、おじさん。<laughs> 龍馬が殺された時にトップバッターで殺害現場まで走った若者ですよ。ああ、その人なんだ。うん。はあ、この男の胸の中にはあるよな、火が。うん、こんな時、坂本さえ生きておれば、最後ごとにこんな狼石をさせるものかっていう。うん、それで、取り囲んだ薩摩軍に向かって、 谷勘定、うたーって叫ぶんですな。うん、こっから、熊本城攻防戦が始まるわけでありますけども。西郷軍が驚いた。はあ、なんで驚いたか。降参しない。<ー>西郷隆盛を大将にいただいた軍勢が行けば、そこら辺の守備隊はバーッと門を開けて、降参って飛び出してくるのを、うん 彼らは当たり前だと思ってた。うん、それが熊本城、門を閉じ、反撃してくるんでありますな。はい、はっきり申しまして、ここで引っかかって、西南戦争は、数万の人々の命を奪う国内戦に広がっていくというわけでございますね。この次またその穴たの上で。 ございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。さあ、西南戦争を語ります。明治10年2月22日、午前6時、篠原国本一番大,大隊約800人であります。これが熊本城下へ乱入。熊本城に牢城しております、賃貸と激突します。衝突します。そして、四番大隊の隊長であります、キ井の敏明。 熊本城に陳代が牢上し、激突したというニュースを聞いて、一言呟いた。陳代は本気で、ユッサをするつもりか。熊本の陳代兵は本気で我が西郷軍と戦争するつもりなのか。すぐに降参すると思っていたんで、キリンは呆然としたという。はい、この時横にいた二番団体。好き、はい、もう、村田新八。<laughs> 好き、えー、村田新八ね。村田新八。はい。 これが、キリノに向かって一言。はい、信頼はやる気だ。もう分かっとるんですよ、村田新八は。うん、篠原と、あの、あんまり罪着せちゃいけませんけども、この、薩摩はやとキリノが、いかにトンチン感な情勢分析をしてるか、いかに無知であるか。村田にはそれが分かっとるんですな。はいえー、なんと、 キリノは最後を経つと聞けば、その噂だけで熊本城の門は白ハタを掲げて開くと、本当に信じていたらしいんでありますな。開くわけがない。熊本城を守っているのは谷寛城、土佐士族、幕末坂本龍馬のもとで活動していた若者で、日本最弱の町人百姓部隊、近代兵を従え、初戦から激しく反撃した。谷は冴えとるんですよ。 薩摩隼人に白人刀を振るわして勝てるわけがないだからまずいと思ったら逃げていい逃げるとこまで逃げていい安心するとこまで逃げろその代わりお前たちにはたっぷりと銃弾を持たせる、うん、銃で持って撃って撃って撃ちまくれで恐ろしくなったら逃げていいんであとは3時の食事をきちんと取らせるという,う、うん、人心を 落ち着かせるためには食事事って大事なんですよ、はいはい、そういうこと細かい谷感情の心遣いで、陳代兵ってびっくりするほど立ち向かっていくんでありますな。当然でありますが、土佐人として谷の胸の中には、最後を何するものぞ俺らにはんなくめまた何だ <laughs> ティッシュありますよ、<の>ティッシュ。<laughs> 俺らには はい、坂本龍太がいるんだっていうね、<laughs> 本当に叫びがあったに違いございません。<laughs> 今度は私が作っておりますけども。<laughs> そして、この欄でね、はい、柴良太郎って人がね、異様な死者の名前を挙げてるんです。<laughs> 大村正次郎ってのが出てくるんです。はい。金さん、これ面白いんだよ。彼ももう殺されたっていないんで暗殺されちゃって。はい。殺されてはいるんでありますけども、この、 大村松次郎が言い残したことが全部当たるんです。うん、西郷が東京政府を裏切るって言ってるんです。<ー>そのために準備してるんです。何、うん、だと思う金さん。え何あのね、兵器を作る工場を大阪に置いてるのよ。はい。ここで銃弾を作って、瀬戸内の船に乗っけて、小倉に送るの。うん、この頃、明治10年の段階で、 政府軍の銃弾製造能力は日産4万発。はい。な、なんつうのかな。西郷はね、立ち上がったのはいいけど、友人たちを次々敵に回すことになるのね。土佐系の人々の踏ん張りは、西郷がなんだ俺らには龍馬が。絶対に龍馬です。で、長州系には、西郷がなんだ大村はとうにお前の腹を読んでおったっていう思いがある。はい。 え、現実として山形有友、葬式を振るって、かつて大村松次郎が残してくれた作戦通りに、西郷軍に向けるわけです。はい、高杉が残した騎兵隊、百姓や町人を兵隊にするというシステムで、勝つんだっていう、ものすごく合理的なのは、臆病を許すんですよ。ここすっごい人権的でしょはい。 私は思うんですけども、この時最後を取り囲んでたのは、生きている者たちだけでなく、死者が取り囲んでいるっていう。最後を一緒に政府を作ろうと言ったのは嘘か約束が違うではないかっていう、地下からの様々な声が最後を取り囲むんですな。はい。近代兵というのは、長州の騎兵隊なんかにも比べても、はるかに弱いんですね。しかし、その時、明治10年の、 東京政府側の軍人たちが頭良かったのは弱い部分敏感なんですよ。谷も自分たちの弱さを知ってる。山形も理解してる。な旧石器忘れてきたろ <laughs> もうエンジンかかっちゃった。<laughs> 今すぐまた明日のまな板の上で。 おはようございます。武田哲也です。おはようございます。水谷香奈です。西南戦争を語っております。数千の近代兵が籠もる熊本城、数日で落ちると言われていた、その城が落ちない。取り囲む薩摩軍もだんだん慌てるという。政府軍に対しては、海から陸から陸続と応援の部隊が投入されるんですね。うん、応援部隊が来つつあるということは、熊本城の兵士を 励ますんですな。はい、熊本城、戦略上意味がありません。うん、ところが落ちないから、この城に妙に未練を持った。はあ、これは、キリノが言ってることですが、熊本城に関しては、竹んつっぽで人叩きすれば落ちる。<ん>竹の鞭で一回パチーンと叩けば、熊本城は簡単に落城する。はあはい、そう言っていた城が、頑強な抵抗を見せてくる。無敵を自称する。 薩摩軍もその頑強な抵抗にだんだん向きになった。子供っぽい理由ですね。はい、としかもう理由は考えられません。もう一つは東京政府に反感を持つ不平失業武士がこの話を聞いて日本各地で様々立ち上がるとの期待があったんですが、 確かに、あの、そういう人たちもいたんですよ。例えば、熊本共同体のように、長谷三次薩摩軍と共に東京政府を倒そうという人たちもい,いたんですけども、人数が集まらない。うん、それに、薩摩軍って、よそから入ってくる部隊に結構冷たいのよ。はい、薩摩人同士の結束が強くて。うん、だから、熊本共同体も宮崎八郎みたいな、 英雄がいるんですけども、どうも馴染めないんですよ。薩摩軍に。はい。で、一番薩摩軍が期待したのが土佐なんですよ。土佐には西郷の理解者で、板垣大助っている。これが全く動かない。うん、これはやっぱ、頭だんだん痛くなってきたでしょうね。うん、そのうちに、熊本城へ援軍が殺到してくるんです。 その殺到する増援部隊の隊長に若き日の野木稀介がいるんですよ。はい。よくわからんだろうな、<laughs> 野木稀介つっても <laughs> 名前わかっててもどういう人かちょっとわからない,ので、ままあい,い。いやいやいや、まあ、とにかくそういう人がいたという。はい。それは、熊本に入れると熊本城が元気になるんで、うん、この野郎行かせるものかということで、小倉から下ってきた増援部隊を薩摩軍が入れないんです。はい、熊本城への道へ。はい。その、 増援部隊を妨げるべく、ある峠に陣地を引いた。その長い長い峠こそが、タバル坂なんですよ。このタバル坂も、寝台兵が引かないんであります。うん、3月3日、タバル坂、ヒサメ、その中で初めての決戦が行われるんですが、 ここで10日間を超える大激戦が展開するんでありますな。この細い、もう今行くとわかりますが、細い峠道ですよ。そこで政府軍で丘の上に向かって撃たれた銃弾が21万発。すっごいですね。これが坂の上の薩摩軍に撃ち込まれ、4日の戦闘では弱兵と言われ続けた近代兵による 近距離での射撃の後、白人による肉弾戦が行われた。はい。これは、鉄砲の先に槍をつけといて、つくだけという、簡易の剣突き鉄砲ですね。はい。これで、けなげにも、百姓町人が、薩摩隼人に対抗したんです。ところが、薩摩兵は、随兵のなんの、発想に構えて、 チェスター、うん、と叫びながら斬殺するスピード。うん、剣付烈砲と薩摩隼人による戦いでありますな。はい、この戦闘の最中でありますが、政府軍を百姓兵として武別し、軽別し出た篠原国元という男が、額を鎮台兵に撃ち抜かれて即死してるんであります。たわる坂の戦い。 峠のの上ととと下の押し合いいなるという、はい、その上に血を重ねるすさまじい戦闘が始まるんでありますな。突っ込んでくる薩摩兵の恐ろしさは、さすがに近代兵も悲鳴を上げて逃げ出すという。この薩摩隼人に対し、明治政府は、おそらく戦闘では禁じ手だと思われる一手をもって、相対するんであります。 これがかなさん、抜刀隊であります。抜刀隊ね。抜刀隊の投入でございます。この抜刀隊、いかなるものか、この続き、もう皆さん、石器のことは忘れましたよね。<laughs> おはようございます、武田哲也です。おはようございます、水谷かなです。熊本市内に増援部隊を入れたくない薩摩軍と、どうしても熊本城を救いに行きたい援護隊。 それがタバル坂という峠の上下で激突。上から鉄砲を打ちかける薩摩。下から何万発と打ち上げる政府軍。でも、いざ、抜刀による決戦となりますと、圧倒的に侍が多い薩摩兵が、そこで大久保は秘密部隊を用意していた。それが警察が特別班として設けた。 警視隊と呼ばれていたんでありますが、はい、その後名前は変わりまして、抜刀隊と呼ばれるようになります。うん、この抜刀隊に9号をかけまして、急に応募をかけて集めたんであります。はい、その応募、そんなに多い人数じゃないんですよ。100人前後なのかな、うん、その100人前後をたばらたかに送り込んだ。はい、悲劇は何かというと、その警視隊、抜刀隊の 多くに、切ないような。元合図の人が、たくさんいた。山川博士という方、この方が残した、田原坂、出陣の歌。薩摩人、三代東のまっすら方が、はげさ、<laughs> ごめん、大丈夫ね。わ、<laughs> <laughs> 涙はでるわ。<laughs> 咳は出るわ。<laughs> うん。 薩摩マビト、ミオヤ、のマスラオが、下げ白たちの時か、に武きか薩摩マビとお前ら私らに一度買ったかもしれないが、さあ今度試してみよう私が抜いたこの白人の刀が、切れるか試してみようすっごいなそして、14日未明です。二部隊約50名が、 タバル坂を這い登って雨の中、切り込みをかけるんです。この時にね、カナさんすごいんです。上官たち、鉄砲を持たせるんですよ。坂の上の残骸にいっぱい、ヤトが潜んでるから。それを銃で撃ってこいって言うんですけど、全員銃捨てていくんです。それであのタバル坂の坂道の草の中を、刀一本背負って、廃登るんです、深夜。そして切り込むんです。 この50名の抜刀隊が、この時の絶叫が、合図の仇なんでありますな。なあの薩摩集団が、この抜刀隊の切り込みには、思わず怯えて逃げ出すという珍事件が起きる、はいこう。薩摩ってのは面白くてね。うん、攻め込んでくる時も早と、早い人のように攻め込んでくるけど、逃げる時も早いんだって。うん この合図抜刀隊は、その後、薩摩兵の恐怖になっていくんでありますな。うん、この切り合い殺し合いの中で、タバル坂の坂の上、アコーディオンを弾く人がいたという。これが村田新八よ。はあ、泣けねえ。俺泣ける。<laughs> 若い十代の薩摩の侍が、はい、村田さん、この戦は勝つんですか負けるんですか 尋ねると、今戦は正義のための戦でご安堵勝敗には関係ありもはん。この戦いは正義の戦いである。勝ち負けは関係ないって。村田新八は息子を田原坂坂上と熊本城包囲軍との伝令に使うんだよ。伝令って危険じゃない。うん、敵の中を馬で走っていくんだから。 この子が刀を持って、片っぽは手綱を持って雨の中、西郷のいる本体まで馬で走るんだって。それが後に、あの歌に出てくる美少年になるわけですよ。美少年うん。ああ、これがそうなんそうなんですよ。あれは村田新八のせがれ。この戦場で。 死んでゆくんであります。そうなんだ。たばる坂流れております。この決戦、まだ続きます。今度まだいつかね。<laughs> あの、2週続けるとね、すっごい疲れるんですよね。<laughs> う,ねはい、うん。次回、たばる坂の続きから、白山の決戦まで。<laughs> <laughs> <laughs> 泣きながら、咳しながら、命をかけてやります。はい、この続き、別のネタでまた来週。